ピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、 YouTuber の皆様、お元気ですか？うなぴーも元気ですよって言った感じでやっていきますね。はい、今日もふなぴー島パトに行ってまいりました。今回は田中里奈さんコラボミーサクローゼットの秋の新商品を購入してまいりました。はい、こちらですね、テレコ T シャツでございます。商品情報はこちらでね、アームホールにギャザーを寄せて広がりすぎないパフスリーブがポイントのプルオーバーでございます。ネックラインは折り返し処理されたクルーネックで、きれいめな感じのネックラインでございますね。生地は縦の凹凸でストライプ模様になったリブ織りの一種のテレコ生地で、横にストレッチ性がございます。縦はほんのちょっとね。裏地は凹凸のあるこの出た部分が裏起毛になっているので、冬でも暖かく着用できます。袖口、裾はダブルステッチでしっかり処理されておりますね。はい、余談ではございますが、このモスグリーンカラーは落ち着いた印象やナチュラルで優しい雰囲気を着こなしに加えてくれます。モスグリーンと相性のいいカラーをピックアップして、カジュアルから綺麗めまでのコーデをしていきたいと思います。どんな雰囲気になるんでしょうね。と、その前にうなぴーインスタもやっておりますので、よかったら見てくださいませ。ではこちらテレコ T シャツ、コーディネートしてみたいと思います。ボトムスはライトオンのデニムに、靴はムムさんの細ビットローファー、そして持ってるバッグはリアフルプチアヤさんの巾着で、モノマネコーデをしてみました。何かって言った感じでございましょうか。はい、こちらのテレコ T シャツでございますね。サイズは LL でございます。クルーネックにこのお袖をフォーカスしてまいりましょう。アームホールのギャザーで、ボリュームは控えめなパフスリーブで、一番太い二の腕のラインを自然にカバーして、肘から手首まで程よいフィット感で、二の腕を強調しないようになっております。全体的に華奢見えするメリットがございますね。袖口はリブではございませんが、こうやってさっとね、腕まくりもできます。そしてなで型のフナピーでも、アームホール部分の広めのアームホール部分が内側に入ったギャザーで、さりげなく強調することで、フナピーの丸くほっこりした肩もかっちりした肩に見えます。さらに手を上げて感じる窮屈さも解消されて、動きやすいのも嬉しいポイントですね。生地は凹凸感のあるテレコで、縦のラインを強調し、すっきり見えます。裏地は裏起毛で、柔らかくて優しい肌触りでございます。そして結構あったかいです。肌に当たってチクチク感は感じませんね。身幅は程よいフィット感で、ピッチピチパツパツにならず、気になるラインをカバーしてくれております。丈は腰が
隠れるぐらいの丈ですね。でもフナピーとしてはちょっとね、脇のスリットがないっていうことで、ちょっとね、腰の周りは窮屈かな。ぐっとね、下に下ろすとね、結構パツパツ感が否めませんね。でも脇のお肉はあまりっていうか、あまりっていうか大丈夫ですね。後ろはどうでしょう。はい、こんな感じ。曲げると、ちょっとハミ肉がバレちゃうかな。はい、では次のコーデいってみましょう。GU のキャミマンピーストコーデしてみました。甘めなピーストにまとまっていますが、ブラックで落ち着いているので、秋のキャミワンピースコーデになります。はい、次いってみましょう。ボトムスはシーズンリーズンの巻き下丈フレアスカートに、履いてる靴はディアフルプチャヤさんのチェーンパンプス、そして持ってるバッグはムムさんのチェーン付きかぶせバッグでコーデしてみました。ホワイトのスカートにグリーンが入ると秋の印象になります。バッグはお袖とスカートのボリュームを邪魔しない小ぶりなものを選んで、コーデのバランスを取るといいと思います。はい、次いってみましょう。ボトムスはディアフルプチャヤさんのチェック柄マーメイドスカートに、履いてる靴はムムさんの編み上げブーツでコーデしてみました。モスグリーンに合うベージュとブラックのチェック柄で、淡い色味のコーデで落ち着きのある印象に見えます。なので引き締めるブラックのブーツを履いて程よいバランスをとってみました。アウトで着用してもあまりボトムスに映ることなく着用できました。ポコポコ感があまり感じられませんね。後ろどうでしょう。ボコボコ感わからないですよね。では次行ってみましょう。シーズンリーズンのサイドサロペットパンツに、ブーツはディアフルプチャヤさんのリブニットブーツでコーデしてみました。ブラウンと合わせてアースカラーコーデですね。ワイドサロペットはフナピーのぽっこりお腹も隠れていいんですけど、短足に見えがちですよね。そんな時はブーツをボトムスの色に合わせると統一感が出て短足感も回避されます。若干ですが。はい、こちらのね、テレコ T シャツでございますね。ギャザーが入ったバフスリーブでシンプルなコーデにちょっと可愛さをプラスされたプルオーバーでございました。はい、これでフナピーのシマパト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。意外とあったかい。